まあ成績というか、まあ上位にいるというのはもう最低限の目標で、まああと勝ち点というか、あと毎年特に攻撃の方で選手が抜けるんで、まあそれでもスタートダッシュから昇格向けて必要な数字上げるのに内容で、まあ得点は今リーグで一番なんで、前の方が3人とか毎年抜けるけども、数字上維持してるっていうのは、まあ、いい方向に向かってると、まあ、その中で阿部とか2年目でも順調に数字伸ばしてたりとか、まあ、あと梶川とか、まあ、攻撃のそういうリズムというかいいこうサイクルをうまく作り出してるんで、まあ、そういうのはある面順調なところというか、予想よりも逆にいい面も出てるしみたいな。